スカイは試験廃止の潮流にあるわけですけれども、日本では大変これとは全く逆の流れがありまして、1990年代に比べて2000年になってから試験は4から5倍に増えているわけです。こういう状況の中にあって、自民党政権が誕生し、そして2月21日には死刑執行がなされました。民主党政権では同じように死刑執行を行われたのですけれども、政権発足して約1年間は死刑執行をしませんでした。しかし自民党政権になって発足後わずか2ヶ月も経たないのに死刑執行が行われたわけです。私たちはこの事実に大変注目しています。というのは、この短期間に死刑を執行するということは、死刑に対する躊躇する思いを全く持っていない、つまり積極的に死刑執行をしようとしているのではないかというふうに私どもは理解しているわけです。今死刑を廃止している国は法律上と事実上死刑を10年以上執行していない国を合わせると約3分の2以上の140カ国です。でなおかつ昨年死刑を執行した国の数はだいたいここ数年約20カ国なんですね。で日本はその20分の1に入っているということであります。そういうことで政府は生きる権利をはじめとする人権保障の大原則に立ちまして、死刑の執行を速やかに停止し、死刑廃止に向けた全社会的な議論を速やかに開始すべきだろうと。それで私どもは今日お手元にあると思いますが、谷垣法務大臣に対して死刑執行しないように求めるアピールをすることにしました。私どもはこのアピールを国内だけでなくて世界中にアピールしたいというふうに思っています。